こんな悔しい表彰台ってあるんだな。本音だと思います。北京五輪カーリング女子の決勝後の会見での、日本代表の藤澤五月選手の第一声。しかし、フィフスの石崎琴美選手の言葉は、全く真逆のものだったのが印象的でした。その時、石崎選手がチームにかけた言葉に、全員が救われたのだと言います。一体、石崎選手は、どんな言葉をかけたのでしょうか。しかも、藤澤選手とは、不思議な縁があったのだとか。気になって調べてみることに。光と影のような藤澤五月選手と石崎琴美選手。主役で、花形のスキップの藤澤選手と、リザーブともフィフスとも呼ばれる裏方の石崎選手。歩んだカーリング人生も全く違うものでした。藤澤五月選手。カーリングをやるために生まれてきたような人。北海道北見市の出身で、1991年5月24日生まれの現在30歳。身長は156センチ、血液型は O 型。両親と兄と姉の5人家族。北見市の保険代理店株式会社コンサルトジャパンに所属。ちなみに、父親は地元中学で数学教師をしていて、教え子には吉田知那美選手や鈴木優美選手もいたそうです。また、現役選手で指導者だった父親は、長野五輪の最終候補選手に選ばれていたほどで、ミックスダブルスではピョンチャン五輪出場まで、あと一歩だったそうです。母親もチーム藤沢で活躍している現役カーラー。藤沢さんの兄も姉も現役カーラーで、お兄さんは2011年日本ミックスダブルスカーリング選手権で準優勝している実力者。お姉さんも美人カーラーとして有名で、高校時代に日本ジュニアカーリング選手権に出場という。家族全員がカーリング選手の藤沢家。藤沢選手も5歳からカーリングを始めています。中学1年生の時には地元のチームで、姉と交代でスキップを任され、その頃には吉田知那美選手とも対戦していて、同い年と聞いたけど、私たちとは比べ物にならないほど上手かった。と、すでにその才能が開花し始めていたそうです。高校1年生から2年連続で、日本ジュニアカーリング選手権優勝や、パシフィックジュニアカーリング選手権優勝を果たし、世界ジュニアカーリング選手権にも出場という、まさに、天才と呼ぶにふさわしい藤澤選手は、高校卒業後に中部電力カーリング部に所属して、すぐに不動のスキップとしてブレイク。順風満帆と思われたカーリング人生でしたが、2011年から日本選手権を4連覇したにもかかわらず、ソチ五輪出場をかけた日本代表決定戦で、北海道銀行フォルティウスに敗れて、五輪出場を逃してしまいます。そして、失意のうちに退団。昇進の中、所へ帰った藤澤選手を支えたのが、マリリンこと本橋麻里選手でした。彼女に言葉をかけてもらってないと、今の藤澤選手の活躍はなかったかもしれません。それまでは、弱みを見せてはいけないというプレッシャーに、押しつぶされて自滅していた藤澤選手。まさに凍ったガラスのハートは、ロコ・ソラーレに入ったことで、仲間に頼っていいんだと思えるようになって、心を開いていったそうです。北京五輪代表決定戦での大逆転や、北京五輪準決勝でのスイス戦での激闘など、数々の大きなピンチを乗り越えて、世界でも有数のスキップとして成長しています。カーリング界の宝と言われる藤澤選手ですが、面白いエピソードもあって、とても負けず嫌いな藤澤選手。幼い頃は家族でトランプをしていても、自分が一番じゃないと嫌だと泣き出したり、それに自分のものは自分のもの、お姉ちゃんのものも自分のものといった、わかりやすい内弁慶な性格だったそうで、学校では友達とうまく合わせられなかったり、ちょっと不器用な面もあったそうです。選手としては、ジュニア時代から海外でも、スマイリングアサシン、日本語で、
笑顔の暗殺者と呼ばれて恐れられています。かと思うと、カナダでのグランドスラムで、プレーに集中するあまり、間違って相手のストーンを投げてしまって、相手も味方も笑わせてみたりというそそっかしさも、それもカーリングではストイックの塊の藤沢選手だからこそかもしれません。ところで、4年前の勝っての銅メダルと、北京での負けての銀メダルを比較して、悔しさが溢れた彼女や他のメンバーに、この銀メダルは、ちゃんと喜んだ方がいいと思うよ。という言葉を投げかけたのが、フィフスの石崎琴美選手でした。ピョンチャンからの4年間、コロナ禍もあって、苦労して掴んだこの銀メダルに改めて、素直に喜ぶ心を取り戻せたのではないでしょうか。ここぞという時に、大事なことに気づかせる。そんな言葉を発することができる石崎選手とは、一体、どんな人なのでしょうか。気になって少し調べてみると、とんでもない経歴の持ち主でした。石崎琴美選手。1979年1月4日生まれの現在43歳。北海道旭川市に生まれて、帯広市で育ち。身長166センチで体重54キロ。実は、五輪出場は北京が3回目で、すでにソルトレークシティ、バンクーバーの2回のオリンピックに出場している石崎選手は、1997年から社会人チーム葛西建設女子で活躍しています。実は、この頃、会社のリンクは市民に開放されていて、幼稚園児の藤沢さんとはそこで出会っているのです。その後、伝説のチーム青森に移籍して活躍。2015年まで在籍しています。その間、五輪出場のほか、日本選手権を5度制して、世界選手権にも5度出場しただけでなく、札幌カーリング協会理事や解説者も経験して、海外チームの特徴も知り尽くしていましたから、まさにロコ・ソラーレが彼女の加入を絶望したのもうなずけます。フィフスとして本橋さんの後を引き継いだのが2020年。以降、銅メダルチームのフィフスとして12年ぶりのオリンピックに臨むという奇跡の旅が始まるのです。しかも、まさかあの少女と同じチームで出るなんて思っても見なかったでしょう。その藤沢選手は決勝後の会見で、石崎選手について聞かれて、琴美ちゃんは毎試合の前の一言がいつもハッとさせられることもある。でも、どちらかというと、目が合った瞬間の安心感に助けられていた。と言っています。全幅の信頼があった証ですね。そんな石崎選手は今大会を振り返って SNS で、チーム、みんなで笑って、泣いて、悔しくて、嬉しくて、感情大忙しの11日間、私を選んでくれてありがとう。オリンピックに連れて行ってくれてありがとう。メダリストにしてくれてありがとう。レジェンドにしてくれてありがとう。あの日々と夢にまで見た表彰台からの景色は、一生忘れられない宝物です。最後の最後まで自分たちらしく、アイスの上に立ち続けてくれた。さっちゃん、ちな、ゆうみ、ゆりかには感謝しかありません。日頃から私たちを支えてくださっているスポンサーの皆様、所属先、カーリング関係者の皆様、カーラーのみんな、そして、日本から私たちを応援してくださった皆様。この選手に勝ってほしい。このチームに頑張ってほしい。この選手が好き。このチームが好き。そんな、人が、人を思い応援する気持ちは、いつか、大きなものを生むと思っていて、だからこそ、チームを支え、応援してくださる皆さんも含め、私は、チームだと思っています。応援ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。さすが、世界に誇れるフィフスですね。その思いは藤沢選手にも届いていたようです。最後までチーム全員で戦い切れて感謝している。もし、自分に声をかけるとしたら、絶対いつか、この舞台に戻ってこいと言うと思う。また、負けず嫌いのさっちゃんに戻っていたようです。
冬季五輪日本人最年長メダリストの石崎琴美選手。4人が無事に最後まで戦えたのも、あなたがいてくれたからだと思います。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？進化し続けるロコ・ソラーレ。たくさんの感動をありがとう。次は2026年のミラノで、元気にプレーする姿を見せてください。それではまた次回お会いしましょう。